い、早速見ていきましょう。まずはですね、ポッキーちょうどね、よかったちょっと甘いものが欲しかった気分なのでこれ食べたいと思います。あとはトイストーリーのポーチみたいな、なんかね、可愛いんですよ。この透明な感じがまた可愛くていいですよね。これを1、2、3というわけで3つゲットしました。全部トイストーリーなんですけど柄が違うんです。これはね、エイリアンだけで、これはエイリアンとウッディたちと、これはどっちかっていうとウッディたちがメイン。ピンクで全部色が違うので、これは嬉しいです。トイストーリー好きなので。っていうか今回もポーチだらけなんですけど、はい、ねずこちゃんのポーチ、これかわいい。これすごくないですか。はい、ちゃんとね、鬼滅の刃と書いてあります。皆さんも偽物のグッズには気をつけてください。これただのポーチだと思っていたんですけど、見て、結構ね、作りがしっかりされています。中がポフポフしていると言いますか、ちゃんとレイヤーがちゃんとしっかりしています。日常的に使っても全然壊れることがないクオリティの高いポーチです。これおすすめで、はい、ポーチしかゲットできなかったけども、空気もゲットしました。まあ LOL サプライズのポーチです。これまた可愛い、キューブ型を、ここのジッパーのところがね、丸くなっていて可愛いです。この子はね、思い出がある子なので気に入っているキャラです。あとは、はい、お楽しみ袋2つゲットしました。今回はちょっと大きいものを取りに行ったんですけど、全く取れませんでした。本来であれば確率的にももう少しゲットできるのではないかなと思っているんですけど、ここまで取れなかったの実は初めてです。さすがにね、きついですが、まあお楽しみ袋、何が入っているかわからないので見ていきましょう。まず1つ目、じゃじゃん、ポーチ、かわいいミニチュアバックパック。あ、これいいんじゃないですか。はいはい、プチプチもたくさん入ってます。いや、これはいいと思います。これ100円でゲットできるのであれば、これは当たりです。笑うしかないじゃないか。なんかね、ものすっごく軽い、感触的にもなんかポーチきます。じゃじゃん、同じ。あ、でもこっちの方はこれが入っています。あ、かわいい、ユニコーンみたいな、ディズニーって書いてあったから、え、何のキャラだっけと思ったら、アナ雪、アナ雪の馬さん。え、これは嬉しい。透明でキラキラしていて可愛い。こっちは入っていなかったけども、こっちの方のお楽しみ袋は入っていました。同じお楽しみ袋でも当たり外れがありますね。というわけで、じゃじゃん、今回はこちらです。もうポッキー以外はもうポーチ小物入れしかゲットできませんでした。いや、なかなかない、何もない回でしたね。まあなんていうか、あれですね、ものすごく取れる日と全く取れない日とかがありまして、本日は後者の方だったのかなと思います。もちろんね、技術とかもすごく大切なんですけども、特に大きいものって確率であることが高いので、まあ残念な結果になりました。で、本日は後半の方を結構後に取っていまして、実際にお店に行ったのはもっと前に行っていますので、今はお家にいます。本当にね、お家にいることがすごく重要ですし、手洗いうがいはもちろん皆さんで予防していきましょう。また行ける時がありましたらリベンジをしたいと思っています。というわけで、本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。